おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきたいと思います。前回はですね、三影翼くんを襲ったドッペルゲンガーを探すっていうか調査してたところで、私が個人的にルイくんが怪しいんじゃねって言ったところで終わりましたね。で、ここからどこに行けばいいんだろうね。いろいろまた探しましょうか。誰に話を聞けばいいかな。お、アブさんいるじゃん。これここだよね、アブさんって。いや、どうやらドッペルゲンガーの事件が起きたみたいね。猫彦たちから聞いたわ。まさか転校初日から事件なんて。やっぱりあなたのクラスは呪われているのね。いい？記憶を取り戻すにはドッペルゲンガーを退治しないといけない。自分のために頑張りなさい。わかった。あー、いいね、このアブさん、アブお姉さんすごい好きだよ私。ここは原宿？原宿でちょっと3人の話聞いてみるか。タピオカ飲む、タピオカ。あれは確かクラスメイトの細山アリスちゃんじゃないか、アリスさんじゃないか。友達と一緒みたいだな。ここで話しかける勇気は俺にはない。この子は？ねえねえ、次どこ行く？あれは確かクラスメイトの猫脇町さんじゃないか。友達と一緒、ここで話しかける勇気は俺にはないと。あー、この子結構個性的な感じにしたはずだけど覚えてねー、うさぎちゃん。ねえねえ、なんか甘いもの食べたくない？あれは確かクラスメートの森園うさぎさんじゃないか。確かこんな声だった気がする。違ったらちょっとごめん。でここは別に関係ないのかな。あれ、でもさなえさんだっけ。さなえさんがいないね。2の B でちょっと話聞いてみる。あれ、るいくんここにいたの。はあ、るいくんがため息をついている。話しかけてみるか。るいくん。ああ、君は大丈夫？ちょっと翼くんのこと考えてて、ずっと翼くんが倒れていた光景が頭から離れないんだ。はあ、やっぱり今日はもう帰ろうかな。そっか。どうやらルイ君は精神的に参ってるようだ。これ以上はそっとしておこう。私ルイ君怪しいと思うんだけどな。ここなんか教室調べられ、あ、間違えた、ごめん。スキップ。なさそう。このリコーダーくらいかな、やっぱり。あ、こっち、これ見るか。アイアイ傘の落書き、翼くんの名前が書かれてる。もう片方は何度も書き直した跡があるな。誰かが翼くんの隣を取り合ってるのか。あ、ここ関係ないのか。どこ行けばいいの、ここ。弓道部について調べるとしたら物質か。だがさっき物質はかなり調べたもんな。他に弓道部に関係ありそうな場所といえば、あそこじゃない、あの部活やってる場所。ここをこうして。あ、シローが何かしている。どうしたの？いやー、先生のパソコンを触ったことがバレないようにいろいろと偽装工作を。そうなんだ。パパッと終わらせます。おお、タイピングが早い。シローはパソコンの扱いに慣れてるんだな。あ、ここ飲み物のやつでいいか。おや、弓道部の前に何か物が落ちてますね。え、なんだこれ。あ、ハートの、あ、これ睡眠薬かな。ネズミが寝てるもんね。ハートのやつがついてる。なんだ。わ、ネズミ。おー、本当ですね。僕、野生のネズミさんなんて初めて見ました。なんでこんなところに。
あ、でも何か様子が変だぞ。眠っている。こんなところで寝てるなんて警戒心のないネズミだな。え、ネズミさんの横にペットボトルがありますよ。弓道場の前に置かれているということは、これは弓道部のものでしょうか。はあ、わかった。やっぱりルイ君だよ。あれだ、このハートのやつ、静香さんとおそろっぴだもんね。だって付き合ってるんでしょ。だからこれは翼くんのペットボトル、ペットボトルっていうか、あのペットボトルケースだったわけじゃん。でこれに睡眠薬を入れられる人って言ったら、もうルイくんしかいないでしょ。わあ、どうだい。あ、今ちゃんと読んだ私。あ、これは弓道部のものでしょうか。かそうだろうな。それにしてもネズミがこんなところで寝てるなんておかしくないか。そうですね。このネズミの状況から察すると、ペットボトルの中身を飲んで眠ったとか。なるほどなるほど、そう見えなくもありませんね。ですがどうしてペットボトルを飲んで眠ってしまったんでしょう。それは謎だな。あ、もしかしてこの中に睡眠薬のようなものが入っていたとか。睡眠薬。ほら、さっきルイ君に事件前の話を聞いたとき、翼君は部活中にフラフラすると言って練習を抜けたって言ってたでしょ。それってもしかして翼君がこの睡眠薬入りドリンクを飲んだからなんじゃないかな。なるほど、確かに。ということはこれが翼のってことか。でもハートのキーホルダーがついてるよ。これって女の子のものなんじゃない？おや、何か手紙が挟まってますよ。大好きな翼くんへ。翼くんのためにスペシャルドリンクを作ったよ。部活中に疲れたら飲んでね。 PS、 次浮気したら絶対に許さないからね。もし浮気されたら次は何しちゃうかわかんないかも。あっと、静香さん、おや、もう怪しい人物が突然出てきたな。あれ、ごめんルイ君、なんかもしこれで違ったらルイ君ごめん、本当になんか怖い手紙だな。この手紙を見る限り彼女の手作りドリンクみたいですよね。てか翼に彼女がいたなんて初耳だぞ。僕もです。翼くんには女性ファンがたくさんいましたし、彼女なんていたらあのファンたちが黙ってはいませんよ。確かに。それにしても翼くんの彼女は少し過激な方なんでしょうか。浮気がどうとかちょっと怖い内容の手紙だな。そうですね。このドリンクに睡眠薬が入っていたということは、翼くんの彼女も怪しくなってきたね。これは彼女を調べてみる必要があるかも。一体翼の彼女って誰なんだ。いや、静香さんでしょ。じゃあ行くか。美術室だっけ、ここか。はい、こんちゃん。翼くん今頃どうしてるかな。あ、二人とも見て、あの胸のハートって翼くんのドリンクについてたものと一緒じゃないかな。そういえば確かに。で、あの子は同じクラスの静香ちゃんじゃねえか。まさか翼の彼女って静香ちゃん。ということはあの過激な手紙を書いたのも静香さんなんですよね。それじゃあもしかして彼女がドッペルゲンガーなのか。それにしても意外です。ん？意外？どうして。彼女は性格も顔、え？あ、顔じゃなかったわ。彼女は性格も頭も良くて清楚系女子として男子から人気なんですよ。一部の男子の間では令和最初のマドンナと呼ばれているみたいです。へえ。そんな彼女があんな手紙を、
イメージと全然違いますね。てかマジか、翼とできてたなんてショックだわ。そういえば静香さんはキスケくんのお気に入りでしたよね。ああそうだよ。まあいいじゃないですか、お気に入りの女子はたくさんいるんですし。俺は全ての女の子に本気なんだよ。うわーチャラ男だ好き。ん、シロウくん、キスケくん、みんな集まってどうかしたの？すみません、突然押しかけて。全然大丈夫だよ、私に何か用？突然ですが静香さん、翼くんとお付き合いされていますよね。その隠しても無駄ですよ、もう調べはついていますからね。どうして私と翼くんが付き合ってるのを知ってるの？それは言えませんが、どうやらその様子だとまだ事件のことは知らないみたいですね。事件？翼くんが襲われた？翼くんはもう病院に運ばれているよ。病院って、すぐ行かなきゃ。ちょっと待ってください。何？確認なんですが、翼くんにスペシャルドリンクを渡していたのはあなたですよね？そうだけど。調べたところ、そのドリンクの中に睡眠薬が入っていたみたいなんですよ。睡眠薬？おそらく翼くんは睡眠薬を飲んで眠ったところを襲われたんだと思います。まさか私がドリンクに睡眠薬を入れたって疑っているの？私はそんなことしてない。押し付けて。ですが、あのドリンクの中に睡眠薬が入っていたのは確かなんですよ。本当はあなたが睡眠薬を入れたんじゃないですか？正直に言った方が楽になれますよ。シロ、ちょっと彼女を詰めすぎじゃ。いいえ、これは真実を聞き出すためには必要な行為ですよ。このまま翼くんの浮気についても。静香さん、おい、急に黙ってどうしたんだ？その反応、まさか本当に静香さんが？ふざけないで。え？そんなこと私がするはずないでしょ！静香ちゃん？なんかいつもと雰囲気が。私が翼くんを襲うために睡眠薬を入れた？そんなことするわけないじゃない！私は翼くんを誰よりも愛しているの。翼くんのためなら死ぬことだってできる。そのくらい愛しているのに、どうして私が翼くんを傷つけなきゃいけないの？許せない！私の翼くんを傷つけたのはどこのどいつよ！静香さん、落ち着いてください。そうか、きっとあいつだ。きっと犯人は翼くんにつきまとっていたストーカーよ。前に翼くんが言ってたの、最近 SNS で何通もメッセージを送ってくる人がいるって。それってあの DM の？一応写真はあるわ。ほら、こいつよ。以前ストーカーの写真を撮って警察に突き出そうとした時のものなんだけど、すぐ逃げられて一部しか映らなかったの。だから結局ストーカーの正体は分からなくて。いや待って、今のやつ見て分かんないことある？完全にさなえちゃんだけど。だって鬼太郎のマフラーしてたじゃない。え？そうなんだ。ほら、完全にさなえちゃんじゃんこれ。じゃあストーカーの手がかりはこの写真だけってことか。この写っているのはマフラーでしょうか？多分そうだな。
こいつ絶対に許さない。こいつが翼くんを襲ったのよ。見つけ出して二度と翼くんに近づけないようにしてやらなくちゃ。暴力は良くないと思いますよ。くそ、絶対に許さない。よくも私の翼くんを。あ、でもその前に翼くんが心配だわ。まずは早く会いに行ってあげないと。わあ、怖ー。あ、静香さん待ってください。まだ話は終わってませんよ。言ってしまったね。静香ちゃんすごかったな。うん、結局彼女がドリンクに睡眠薬を入れたのかは分かりませんでしたね。それに翼くんの浮気のことも聞き出せなかったし。そうだな。まあ静香ちゃんもまだ怪しいままだが、また新しい犯人の情報が手に入ったな。翼くんのストーカーのことだよね。ああ、確かそのストーカーが送った DM にはこんなことが書かれていました。あなたは騙されている。私はあなたを救いたいだけなの。どうして無視するの？なんで私を苦しめるの？言ってもわからないならもう手段を選ばないから。もう手段を選ばないって、この人もかなり怪しい。なんか翼の周りってヤバいやつばっかじゃねえか。それは否定できません。とりあえず手がかりをもとにこのストーカーを探してみるか。そうだね。完全にサナエちゃんだけど、サナエちゃんは犯人じゃないと思うんだよな。どこにいるサナエちゃん？おらんね。いやー、ルイくん怪しいと思うんだけどな。ちょっと待って、一旦さ、ここのここに、なんだこれ、血がついている。多分翼くんのものだろう。あれ、証拠にあんのかな。これこれこれよ。ほら、猫の模様が描かれた可愛いラブレターでしょ。これ同じでしょ。やっぱルイくんだよね。証拠はルイくんだって言ってんだよね。でも多分お話的にはそのサナエちゃんを見つけないと始まらないんだろうから、これは何だろう、事情聴取とかすればいいのかな、誰かに。事情聴取っていうか聞けばいいのか、誰か。あ、いたじゃん。なんだ。ん、あそこにいる人は。別。ねえ、あのマフラーって。この写真に写っているマフラーと似てますね。ほら、黄色と黒のデザインがそっくりですよ。ほんとだな。あいつは確か同じクラスの。翼くん、今頃は。おい、サナエ。お前、こんなところで何をしてるんだ。何も、別にあなたたちには関係ないでしょ。あなたたちこそ何のようなのよ。何を、ジロジロ見て。やはり、ああ、間違えた。やはりどう見てもこのストーカーの写真とそっくりです。彼女が翼くんのストーカー？ああ、そばかす。三白眼。化粧したら可愛くなりそうな女子ランキング1位。ということは、彼女がドッペルゲンガーの可能性も。何言ってんの？意味がわからないんだけど。これを見ろ。この黄色と黒のマフラーはお前だろ？お前が翼のストーカーだってことはもうわかってんだよ。知らないわよ。人違いじゃない？いや、どう見てもこのマフラーはお前のと同じじゃないか。それはまさか同じクラスメイトの中にストーカーがいたなんて。サナエ、お前が翼を襲ったんだろう。え、翼くんが襲われた？はい、つい先ほど無残な姿で発見されたんです。そんな翼くんが、私の大事な翼くんが。サナエさん、
君は今までどこで何をしていたの？もしかしてその犯人が私だって疑ってるの？まあでも君が翼くんに対してストーカー行為をしていて、翼くんに脅迫文を送っていたのも君だよね。どうしてそのことを？じゃあ認めるんだな、お前が翼のストーカーであいつを襲ったってことを。ちょっと待って、そもそも私はストーカーなんかじゃない。私はただ翼くんを守ろうとしてあの DM を送っただけよ。いやいや、それを世間ではストーカーって言うんだよ。それより今あなた翼くんを守るって言いましたか？一体何から守るつもりだったんですか？それは、はっきり言ったらどうなんだ？あいつよ、あの危険な女、西村静香よ。静香さんって一体どういうことですか？私はあの悪女から翼くんを守らないといけないの。何か勘違いされているようですが、実はあの二人はお付き合いされているんですよ。だからなのよ。かわいそうな翼くん、あんなヤバい女に騙されちゃって。騙す？あの静香ちゃんがそんなことするわけないだろう。これだから童貞は。あっ、男はすぐにああいう清楚ぶった女に騙されるよ。現実に黒髪ロングの清楚な女なんて存在してないんだから。黒髪ロングではなかったけどね。なんだか妙な説得力がありますね。とにかくあの女は危険なの。彼女あんなにおとなしい雰囲気出して可愛くぶってるけど、本当は束縛しまくりのメンヘラ女なのよ。だからそんな悪女から私が守ってあげようと警告してあげたのに、翼くんは私の言葉をずっと無視した。あんなの翼くんじゃない。きっとあの女に洗脳されているんだわ。だから私が目を覚ましてあげないと。そのためなら手段なんて選ばない。もしかしてお前それが動機で翼を？違う、今のは何でもない。でも今手段は選ばないって言いましたよね。それって犯行を認めたってことじゃねえのか？それは違う。私は翼くんを襲ってなんかいない。怪しいですね。あ、おい、サナエが逃げたぞ。言い逃れできなくなって逃走ですか。ますます怪しいですね。どうする、追いかけるか？そうですね。今の彼女の言動かなり怪しかった。やっぱり彼女がドッペルゲンガーなんじゃ。その時だった。おい人間。また頭の中に声が。もう時間切れだ。時間切れ？前にも言っただろ、ドッペルゲンガーを放置すると本人が殺されちまうんだ。今回はもうその時間が来ちまった。だからこれからドッペルゲンガーを退治してもらう。退治って？調査で得た証拠をもとにドッペルゲンガーの正体と動機を暴いてください。ちょっと待ってよ、確信に迫るような手がかりはまだ何も。無理だ、もう待てない。でも、それじゃ絶望裁判の始まりだぜ。絶望裁判？なんだそれ。クリア。ライフを1消費して次のパートに進みますか？ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ次回は、その、絶望裁判とやらが始まるみたいですね。
あれかな、その嘘つきゲームとか狼ゲームの時みたいな感じでやるのかな。いや楽しみだな、あのパートが割と好きなんだよね。探索も好きだけどさ。ということで、じゃあ次回に続きます。おつぴよです。チャンネル登録高評価お願いします。じゃあねー。